東京の新宿2丁目地区で飲食店の違法営業が増えているとして、警視庁が店の経営者らを対象に講習会を行いました。新宿2丁目では先月、無許可で客の隣に座って接待をしたとしてバーが摘発されました。これを受けて警視庁は飲食店を対象に従業員が客の隣に座るなどして接待行為を行うには許可が必要なことなどを説明する講習会を開きました。警視庁によりますと、新宿2丁目地区にはおよそ600店の飲食店がありますが、去年1年間に違法営業や騒音などのトラブルが450件あったということです。今年に入ってからも接待行為をめぐるトラブルも増えていることから、警視庁は取り締まりを強化しています。